コール・グラスノー今季絶望でドジャースに残されたローテ一覧。これ。怪我なかったら山本ナンバーワンやん。エンジェルスバカにできないだろこれ。カーショーまた離脱したのかもう限界かな。しょぼすぎて草。後半戦失速、倒壊、怪我人大量発生、完全に去年までよく見た光景のエンジェルスで草。ドジャースの先発はボロボロ。プレイオフ勝ち抜ける確率マジで5くらいだろ。明らかにすごいのは吉野部だけ。フラハテもまとまってるだけで9は平凡やわ。奇跡の打線爆発しか手はないがエースまず打てんからな。え、またグラスナウ離脱したん？もろすぎる。フラハテやナックも怪しくなってきたしな。グラスノーは自分がスペなの分かってるから、契約延長を応じるチームじゃなきゃトレードやーやーなのする賢い投手だよ。一昔前のセーブみたいだな。山賊も短期決戦はダメだった。大谷が投げられない時点で今年は本命じゃない。勝負は来年以降や。やっぱ投手野手での規定到達って異次元なんやな。投手だけでもぶっ壊れまくるのに。バーンズも怪我で離脱したしマジでやばいわ。今季はもう相手がわけわからんことしてくれるたり基本願しかないな。だからバウアーとっとけとあれほど言ったのに。